あ、それ、ありがとうございます。いった。マジできつい。星の。あ、まあ、入ってます。あれか。2枚。オッケー、抜いた。そっちはどうにかしてほしいな。抜いた、抜いた。だね。ただここら辺多分起こしてる。詰めますよ。もう一人抜いた。きついな。皆さんこんにちは、アボカドです。今回は ZRG を使って遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。またこのチャンネルでは運営超お気に入りクラスとトラマスを使って遊んでいる動画や私プロの料理人による料理動画もございますので、お時間あればそちらもご覧ください。ではお話に戻ります。前のシーズンで出た新たなるロマン砲として名高いこの ZRG、 ここ最近結構お世話になってるんですけど、この武器めちゃめちゃすごいですね。威力も高いし、頭に当たればワンパンやし、カスタム次第では車両爆破もお手の物。今シーズンからレーテックもたまに入手したりもできるんですけど、普通に落ちてるこの ZRG がめちゃめちゃいいですね。レーテックと比べると撃った後縦上に大きく跳ね上がったりもしなく、普通のコッキング式の SR 感覚で使えるこの武器素晴らしいです。これはまああくまで僕の感覚なんですけど、レーテックよりも弾道が読みやすく、あんまり上の方を狙いすぎないでも結構頭にポコポコ当たるイメージです。ただ落ち武器としては DL が一番まっすぐ飛びやすく、距離感にもよるんですけど、まあそこまで偏差打ちをしなくても割と当たると思うんです。で、DL やアークティックみたいな人気武器をよく使っている方々は、ちょっとそのあたりの偏差打ちを意識してもいいのかもしれません。実際に自分もよくアークを使って遊んでるんですけど、より長距離の敵を抜くのであればアークの方がいいのかなと思います。で、パワーリロードのアタッチメントを付与したアークや DL に金の長射程をつけると確かにワンパンでいけるんですけど、普通に落ち武器として長距離ワンパンができるこの武器はマジで優秀です。ただこの武器の優秀なところはもう一つあって、アタッチメントの対車両用マガジンがめちゃめちゃすごすぎて、これはマジで素晴らしいです。で、自分もよくされるんですけど、ヘリに乗ってる時に当てられて車両爆破されるなんてザラにあります。FHJ だとロックオンするんでフレアたかれたりとか対策をされやすいんですけど、このアタッチメントを搭載しているとあんまり気がつかずにヘリや車両爆破に巻き込まれたりもできるんで、めちゃめちゃ優秀です。降りた降りた、俺が行く、出たの多分これ打ち負けそう。大丈夫、どこ行った、上だ、この上、この上、あ、ごめん、あ、あの、ジャック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 、オッケーです。おっと、まだいる、まだいる、まだいるわ、まだいたんか。詰めてきてるよ、アボガさん。詰めてるっすね。いや、多分起こしてんじゃない。いや、一人チャーリーが走ってきたよ。オッケーです、大丈夫です、大丈夫です。負けんの、ちょっとなんでな。関西第8エリア辰巳店、先やってしてんのになんで待ってるんだ。それではお待たせしました、今回のカスタムはこちらです。エイム速度にはパラメータをほとんど振っておりません。瞬時にドラッグショットができる方やったらいいんですけど、僕みたいにワンクッション挟んで頭に照準を合わせるプレイヤーはちょっとエイム速度を調節してもいいのかもしれません。さらには置きエイムをしっぱなしにしてもそこまですぐに手ブレが来ないんで扱いやすいと思います。いい部分としては置きエイムはしやすいことなんですけど、悪い点としては動いている車両を狙って撃とうとしたらエイムが追いつきにくい場合があるんで注意してください。モッドは拡張、スナイパーエキスパート、そして精密です。可能な限りまっすぐに飛びやすくするための精密に、弾数が少ないんで拡張マガジン、そして置きエイム用に SR のエキスパートを搭載してます。まあエイム速度が気にならないんであればスナイパーエキスパートを高速エイムに変えてもいいのかもしれないんですけど、あんまり速いエイム速度やったら自分の感覚が追いつかないんで、僕はこんな感じのカスタムしてます。いっぱいいる、いっぱいいる、スコがスコがスコがめっちゃ走ってる。この倉庫の中で降りますよ。あ、いいよ。オッケーです。降りる？はい。そこ正面いる。前いる、正面。一発当て。ちょい厳しいですか？うーん。こ
ッケー、破壊したよ。ナイス、助かります。もらいますね、これ俺。どうぞー。めちゃめちゃいるね。あっちもいる。いるね。上じゃないかなと思う。下だ下。右からもいる。右の屋根上。あー、いますね、右屋根上。29屋根上。いますね。あー、OKOK。いやー、外したか今の。そこはノーチェックだった。あ、下に降りた。いやー、外したなー。フィリース。マジかー。アンチ入りたいですね、でも。動けなかったよー。おー、やべー、ごめん。オッケーでーす。うわ、いったわ。関西第8エリア。けたかごめん。頑張れ、あと。今日だけだよ。辰巳店、またまつよしです。やばい。ナイフ日本。ナイス。死んだ。あとその右のさ、はい、小屋の上にさっきやられたばっかりやられたからさ。オッケーです。あ、ちょっと待って、待ってください。あー、起こされてるな。いやー、さらに後ろにいたか。いや、きつい。やばい、やってる。このアンチでこの数はまあまあいるな。いるっすね。困ったな。バレてないね。バレてない。あれもやれる。あ、ミスった。やったー。バレた。後ろだな、後ろもいるんですよね、きつ。あ、その下にいるんだ。そうなんですよね、ちょっときついな。はい、ナイス。きつー。はい、最強。はい、最強。逆側のあれだわ。いった、マジで。やばい。パルクール入った。やばい。関西第8エリア。辰巳店。まだまつよしです。あんまないんですよね、あんまり。降りたから上から撃たれることは多分ないよ。飛べ。ナイス。待ってるし。ありやすいんじゃない。ナイス。関西第8エリア。辰巳店。またバスヤシです。ちょっと待って。いや、結構きついっす。マジできつい。これほんときつい。マジできついこれ。でも俺 1V4 じゃないよ。そうですね。オンリーツーチーム行ってないから。いやでもね、もうアンチがやばい。北九州支店店長岡野です。北九州支店やばい、痛い。ダメージえぐ。いやー、痛いんだよな。あー、出てる、出るっすね、きつい。上登ったな。この上取りたいけど、いるのかな。まあいるよな、その反対側にいるわ。来た。あ、その左にも今いや、ファンが撃たれてる今。あ、今登ってくる。お互い気づいてない。お互い気づいてないですね。来るわ、裏から。頑張れ。またまつよし。またまつよし。またまつよし。第8エリア。あの下だな、多分。オッケーでーす、オッケーでーす。エアパケの職員いない。いや、見えないっすね。ベスト店長賞までもう一人。マジで、ベスト店長賞は欲しい。ベスト店長賞欲しい。関西第8エリア、辰巳店。
マジで6でもねえ配信だ、すいません。あ、いるわ、真下っすね。王将から来ないかな、案件。そうですね、王将から案件欲しいですね。だって放送見ている人、抽選見ている人、限定抽選でみたいな。そう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 。プレゼントみたいな。王将セットプレゼント。餃子割引券。餃子割引券。10円券。うん。割引かれても、割引かれなくても安いんだよね。見てばけ、見てばけ。つらかった、ごめん。あれ？最後はガバって負けてしまったんですけど、まあ結構いい感じに SR を使えたんちゃうかなと思います。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、 Twitter フォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。